ね、このワインひょっとしたら美味しいかもわからんなっていう推測力をつけていただいて、でいろんなお店行かれた時に、まあ、できればこうメニューを見てご自身でなんかこう選べたらね、ちょっとかっこいいと思うので、なんかね、ちょっと幸いかなというようなお出しします。結構な、まあ、100リットルちょっと超えるぐらいになって、皆さん、大人の方がいらっしゃいますので、1杯目だとかね、2杯目だとかね、その速度があると思いますので、1杯目済んだ方には2杯目をお入れしますが、各ご親族で言っていただけるようにお願いできたらと思います。奈良県本部の金城と申します。谷宮の6番出口上がったところに大阪営業所を出しましたので、儲かるず何でも買います。要はよろしくお願いします。何は南支部 の竹川と申します。ネオ不動産で東成区の田松の方で店構えてますんで、よろしくお願いいたします。はい、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、何は南支部の栄光土地の会議と言います。よろしくお願いします。はい、大阪南の羽曳野の方で工務店と不動産やってる森下義賢です。どうぞよろしくお願いします。はい、そして本間と申します。会社は株式会社義賢設計団、建築の設計事務所で実はやってまして、生産系の工場をやってる会社なんですけど、よろしくお願いします。中央支部の、シニア不動産の加藤といいます。大阪市の西区で売買、をメインでさせてもらっています。大阪東支部の安本通商と申します。こういうクラブというのは登山クラブと、はい、今回2回目でまたよろしくお願いします。ということで、ね、本当にありがたいです。ありがとうございます。今日全日さん の入会許可をいただきました。はい、中央支部に入らせていただくことになりました。スタートラインの岡田と申します。賃貸の専門にさせていただくつもりなので、全然まだ右も左もわからないので、どうぞご指導をいただきますようお願いいたします。ありがとうございます。中央支部に所属することになりました。4月に免許が下りたばかりで、ちょっと私もまだ岡田さんと同じくほやほやなんですけども、エースジャパンの藤井と申します。実はソムリエを好きで資格を取ったんですが、不動産の方は売買を中心にやりたいなと思っています。いろいろこれからご指導いただければと思います。大阪本部での事務局させていただいております、森と申します。事務局で若くて可愛いというだけでここに呼ばれております。すいません、皆さんの中に入会したいとか不動産開業したいとかいう方がいらっしゃいましたら、先島の堀までお声かけていただけましたらガンガンやりますのでよろしくお願いいたします。行政書士の木下と申します。先月行政書士法人にしてしまいまして、堀沢とチーム組んでますので、4年連続大阪で一番で、ね、打ってますので、今後ともよろしくお願いします。中央支部のファイン建物管理の村中です。ラビーズクラブではスキルアップクラブの部長をさせていただいてます。皆さんぜひセミナーとかどしどし参加してくださいますようよろしくお願いいたします。大阪南で、石上建設という本場支部長と同じでうちも建設メインなんですが、本部の方で、皆さん今日来ていただいているラビーズクラブ の, 担当の委員長をさせていただいてまして、皆様のおかげで今なんと25クラブまで増えましてありがとうございます。どんどんクラブ募集してますので、今日藤井さんがどうも聞き酒クラブを、私登山部の部長で今年富士山登山ツアー復活しそうなので、ぜひ皆さんよければまた募集させていただきますのでよろしくお願いします。日本酒というのは醸造酒同じですんでね、結構日本酒好きな方もワインが、ね、飲めたりとかいろいろするんで、まあまあそれは期待しております。よろしくお願いします。